皆さんこんにちは。本日の DKTV はここ大阪オートメッセからお送りしたいと思います。まずは 86BRZ、ここではね非常にお世話になっておりまして、 86BRZ もそうだし、GTR マガジンもそうだし、カートップもそうだし、オンリーメルセデスもそうだし、いろいろとここにはお世話になっております。ここから大阪オートメッセをスタートしたいと思います。さあそれでは、続いてはですねホンダブース行ってみたいと思います。一押しのシビックタイプ R の次期、そのスーパー GT 用の車が出てありますけどもね、私が開発のアドバイザーをしておりますモデューロのアクセサリーパーツです。ちょっと説明してください、よろしくお願いします。今回ですね、パッと見てもスポーツって感じるような、かっこいいですよね。土屋さんが日頃言ってる、自分で言うのもなんだけどかっこいいんだよね。かっこよくなきゃダメだって。そうそうそう、かっこよくないと誰も買ってくんない。いいよね。うちアクセスなんで用品として、フロントスカート、サイドスカート、あとリアは土屋さんがよくご存知のスポイラーね、を、あとホイールもですね、この下回りと、そういうホイールも違うんだ。そうなんですよ。エアロパーツを黒で引き締めることで、よりスポーティーな雰囲気に仕立て上げてます。で、日常でパッと見てスポーツしていただきたいところで、フィールスポーツのテーマに今回こういうふうに、いや、かっこいい、かっこいい。これ1年以上かけて開発したリアウィング、やっぱこうシビックのタイプ R だけじゃなくてさ、E ヘブとかさ、あとは 1.5 ターボとかの車につけても全然かっこいいんだよ。これもアクセス商品ついてるでしょ。そうです。こちらうちの用品を、シビックと同じコンセプトでブラックアウトすることで、でこの後、黒にしてるんですけど、黒じゃないので一応用品としてラインナップしてますんで、フロントのスカートとオグガーニッシュ。そうですよね、横はサイドですね、サイドのロアですね。あとホイールもちょっとブラックアウトしてるんですけども、ブラックじゃないのは一応ラインナップされております。なんか、かっこいい SUV っぽい。あとテールゲートですね。リアね、でもこの部分もそうなんですけど、そこ変わってる。そうなんですよ、ここブラックのパーツが追加されていまして、あとロアもそうですね、黒い部分が。ZR-V 結構人気なんで、さらにかっこよくなりますね。そうですね、シビックと同じように黒でちょっとスポーティーな感じを、表現してました。かっこいい、かっこいい。ありがとうございます。いや、いいわ、かっこいいよ。なかなかうまいよね、まとめ方が。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次期スーパー GT 用の GT マシンでも見ましょうか。これが東京オートサロンでも発表されましたけれども、次期スーパー GT に投入されるんではないかなというシビックタイプ R ですね。ルーフが長いからちょっとエアロ的には厳しいのかな、トップスピードは。さあということで次行ってみたいと思います。さあ日産ブース参りました。やっぱりね、今年の日産2023、Z と、GTR ですね、次期型の。これでね、やっぱ東京オートサロンもそうだったけど、大阪もやっぱ人気あるね。これが Z のコンセプトカーみたいな感じですけどね。結構さ、フロントリップの扱い方とかね、でこうフロントマスクの開口部とかうまいよね。なかなかこうグリルの出し方うまいよね、デザインが。フルカーボンドライですね。でリアスポイラーになってますよ。これは新しい。こんな感じで割とほらずらっと並んで乗ってみたいみたいなね、運転席に座れるようなそういうシチュエーションもしてます。で向こうが、35GTR、 これは抽選なんだよね本当に。新型次期 GTR、顔がやっぱり今までの 35GTR とは違うよね。どん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 ね、その空力を突き詰めていってこういう顔になったと思う、ね、色違いで2台並んでるけど、あれが向こうがノーマルなんだろうね。でこっちが多分ニスモバージョンは多分クソ高い。ほらこれが通常のノーマルだよね、日産 GTR のプレミアムエディション。
プレミアムエディションっていうのは乗り心地とか室内が割と豪華になってる。向こうはもう本当になんかこう攻撃的なニスモバージョンだよね。リアウィングの形状も違うし、顔がまず全然変わっちゃったよね。まあこんな感じで日産はラインナップしてますね。プレミアムエディションとニスモバージョンと、こういった感じで、やっぱ日産のブースは人気がある。さあこれが 35GTR 新型の室内です。そんなね、大きく変わってるところはないよね。ただこう、こういうところがなんかこう割と豪華になったっていうか、反射して見えなくなるでしょ。そういうのを抑えてるとか、この辺のナビも違うのかな。まあ、このカーボンはニスモバージョンだから一緒でしょ。赤いステッチニスモバージョンという感じですかね。室内はそんなに大きな変更はないみたい。向こうも座っても大丈夫？全然大丈夫です。あ、じゃあ向こうも座ってもいいらしい。顔が全然違うよね。顔がもう本当に。なんかさ、色合いがうまいね。こうなんか深い緑のグリーンでさ、おしゃれ。これはやっぱこうプレミアムエディションっていう感じの質感ですよ。すごいね、全部さこう深緑で統一してんだよ、室内を。まあ、この辺なんかは一緒なんだけど、やっぱ全部ほらステッチなんかも変えてるしさ、ニスモだと赤ステッチでしょ。プレミアムエディションっていうのはゆったりしっとり乗りたい人におすすめって豪華バージョンですね。おしゃれだよ、この天井見て。すごいおしゃれ、ほらこんなところを靴凝る。こういうところがプレミアムエディションなんだろうね。さあということで、プレミアムエディションご覧いただきましたけれども、日産は毎年毎年やってくれますよね。まあだから我々ファンにとってはとても楽しみな年ですよ。毎年毎年こうやってなんかこう GTR を進化させていくっていうその過程がね、日産は本当になんかこう細かく重箱の隅をつつくような車の仕上げ方をしてるんだと思いますよ。続いてはスズキのブースに来ております。スズキはね、なんか面白い車出してくるメーカーだよね。庶民に寄り添った車作りをするのがスズキって感じ。だからハスラーかっこいいじゃん。かっこいいっていうかかわいいね。俺何気にハスラー好きだよ。これこの顔がかわいい。セカンドカーにいいんだよ、寝れるぞみたいな。これなかなかいいんじゃないのこれね。2段の方に子供乗せて 寝ろみたいな。でお父さんとお母さん下で寝るみたいな。これいいよ、別にキャンプになんか行かなくても自分家の庭でこういうことして遊べるじゃん、子供と。だからスズキはさ、なんかこういう遊び心がいいね。さあそれでは続いてはダイハツに行ってみたいと思います。まあ大阪といえばダイハツみたいな。俺だけかな。これなんかごつくてかっこいい。派手だけど俺は乗らないけど乗ってたら楽しそう。なんか他人がね、これすごいよ。これ東京オートサロンで見たんだけど、これがね屋根の上に収まるわけよ。で水害になった時に屋根を外してこれがボートになるっていう。すごくないこれ考え方が。川とか海で取り残された、流された、でも屋根ひっくり返してこうやってボートにして帰れる、生還できるっていうことなんだよ。この考え方がすごいね。撮った？いいじゃないですか。なんだかんだね、そのダイハツが頑張ってるっていうのは、こういう車をさ20年間作り続けるって大変なわけよ。だいたいさ儲かるわけないじゃん、こんなツーシーターオープンなんて。だけどそれを作り続けて、その製品化して、まあ上からガンガン文句は言われるけれども、作り続けた20年っていう20周年、
だからそういうところがやっぱりそのメーカーの偉いところだよね。やっぱスポーツカーを作り続ける、日産もそうだし、トヨタもホンダもそう。やっぱこうね、こういうものは決して儲かるもんじゃないの。だけど人々に夢を与えられる。スポーツカーってそういうもんだから。でもそれを作り続ける勇気と努力、これはね、ダイハツは偉い。ラリージャパンに軽自動車1台前回出して、ええ、なんとかプラス1台でしたけど。あ、そうなの。はい、まあ、まあ軽でもラリージャパンが出られるっていう。へえ、軽クラスってあるの。まあ、あの特別今回出させていただいた、うん、だからまだ他の車とか軽自動車であのラリージャパン出たのはまだ2台目っていうことらしいんですけど、ね、それはじゃあさ、その日本中の軽に乗ってるファンに勇気を与えられるよね、はい、ありがとうございます。なんかこうちょっとこう全日本とか、はい、そうなってくると軽、はい、は出ちゃいけないんじゃないかなみたいな、はいはい、だからまあどちらかというと K で皆さんの近しいところでもこんなことできるんですよっていうのを伝えられたらいいなっていうことで。ああ、いいですね。それはいいですね、うん、夢がある、はい、世界中日本中の K 乗りに夢がある、はい、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、またよろしくお願いいたします、はい、かわいいよ、かわいい、こう色合いがかわいいね。こんなとこセンターだけこう赤を使ってさ、20周年コペンでした。さあ続いてはトヨタに来ております。まあトヨタはね、触っておかないとまずいでしょう。トヨタ秋代社長は会長になりまして、佐藤さんが社長に、トヨタ自動車の社長になりましたので、そこでね、東京オートサロンで佐藤社長が打倒豆号だと。これは受けて立つしかないでしょう、トヨタ自動車の社長ね。まあ、打倒豆号って言ってもね、何を目指してるのかよく分かんないんで、ちょっと敵情視察でトヨタに来ております。 AE86 見に行きますかね、佐藤社長の。いいね。だけどね、1980年代の車がああやってピカピカになって飾ってあるんだよ。86の EV すごくない？86の EV だよ。動くんかね、これね。これ水素エンジンでしょね。やっぱさ、車を落としないとね、落としないと面白くないよ、車はね。やっぱ車はモーターじゃないよ、エンジンだよね。エンジン音しないとね。マサが作ったんだよ、これ。ほら、マサね。マサはもうトヨタの今開発任されてるでしょう、まあ、ブリヂストンの開発もやってますからね、マサはね。本当頑張ってますよ。さあということで、あ、向こうが水素エンジンだ。これは違うわ。これただのマサの車展示してる。水素エンジン行きましょう。水素エンジン来ました。水素エンジンね、 4AG が水素で動く時代が来たよ。すごい時代だと思うよ、まあ、とりあえずこういう東京オートサロンだとか大阪オートメッセ用に開発はしたけれども、こっからね、多分トヨタはどん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 開発していくと思うよ。ちゃんと走れるような車を作る。佐藤社長ですか？いえ、そんなことありません。なんかあの東京オートサロンで私に喧嘩を売ったみたいで、受けて立ちましょう。とんでもないです。これ水素エンジンですよね？はい、その通りです。これだって開発ってまだ3ヶ月ぐらいでしょ？はい。はい、ね、超短期間で。そうですよね。しました。はい、だからまだまだその航続距離としてはそんなには伸びないけれども、これをどん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 熟成させていくってことですよね。はい、そうですね。ね、開発はまだ始まったばっかりですね。ね、そうですよね。まあ、これからどんどんやっていきます。はい。はい、で水素は、タンクは？タンクは後ろにあの2本乗ってまして、トランクルームのところに、はい、横置きに、まあ、ここの見える位置に1本と、あとはちょっと下から覗いていただくともう1本あのタンクがあります。ああ、そっか、これだ。車重は？車重はですね、まあ、そこのプレートに書いてあるんですけども、990キロっていう。本当に？あの重量像としてはもう本当にタンクだけなので、まあ、あの鉄のガソリンタンクを、はいはい、まあ、水素タンクに変えてある、うん、まあ、それだけです、重量像。はい、水素だとまだパワー的には出ないでしょ。この車に関してはちょっとパワーは 4AG ほどは出てないです。ね、そうですよね。はい、
でただ我々そのレースのエンジンも作ってますので、うん、あのこれではないんですけれども、あの GR ヤリスの水素エンジン車っていうのも作っております、うん、はい、でそちらはあの逆にあのガソリンよりも水素の方がパワーが出てます。あ、そう、はい、でこれってエンジンルームって何か違いはあります？ノーマルと、あの見ていただくとすぐ分かると思うんですけれども、あのほぼほぼもう 4AG の、そのまんまです。 AE86 そのまま。じゃあ見た限りでは分かんない、あのヘッドカバーが青いところとかプラグコードが青いところとかありますが、あとはそのインジェクターですねインジェクターをあの水素カローラのレース用のインジェクターを使ってますんで、まあ、その部分をつけるため の, そのアダプターが必要になってきます。すごいわこれ、ね、削り出しで金かかってるさすが秋代さん、やっぱこういうさ夢には金を惜しまないね秋代さんはね。ただ我々この車を仕立てるのにあたって、あの水素タンクは未来のものが使えますし、あの燃料配管、水素配管も未来のものが使えますし、であのインジェクターに関してはそのレース用のインジェクターというのが使えますんで、まあそれであの短期間で開発ができたというところがあります。すげえな、しかしこれ本当パッと見じゃ分かんないですね。なので本当に外見としてはもうここのインジェクターの部分だけしか、そうですよね、変更点がないぐらいです。あとはここにその水素検知器がついてまして、まあ、燃料配管の継ぎ目のところで万が一水素が漏れたとしてもここで検知をして、水素の供給を止めるようなあの仕組みが入ってます。へえ、なるほどね。この辺ちょっとカメラマン乗ってもいいですか。この辺がもう違うよね、ノーマルの 4AG とは。これはすごいわ、これどんどん進化してきますね。やっぱり AE86 すごくファンの方が多いので、まあ、期待も高くてですね、まあ、我々もあの今後開発を継続していってどんどん車を良くしていくっていう方向に進めていければなと思ってます。これは秋尾さんなんですか、それとも佐藤さんなんですか、まあ、もう答えにくいところはありますけれども非常に答えにくい質問でございますが、佐藤新社長が、はい、まあ、中心になって進めていただいて、だって佐藤さんなんか長野県の佐久まで車買いに行ってますよね、86。はい、あの YouTube でも、ね、見ましたけ ど, てますけれども。本当に好きなんですか。ああ、そうですね、もうこの車を仕立てて、まあ、この部品は新品だけどこの部品は旧品を使い続けてるなだとか、はい、あとは、まあ、こういったシール類も新品を起こしてたりだとか、まあ、そういう復活してるってこと、パーツがですね、まあ、この車専用に起こしてたりだとか。あ、この車専用なの。そうですね、86のパーツをこう復活させてくれたり、あのそういう声をたくさんいただいているので、うん、まあ、そちらにあるヘリテージパーツの方で、はい、まあ、例えばそのレビンの左側のコーナリングランプが、うん、あの供給が滞っているっていうお声をいただいて、はいはいはい、まあ、それが供給できるようにしたりだとか、まあ、そういった活動もさせていただいてます。あとね、ギアとかね、ファイナル欲しいんですよ、ね、ありがとうございます。佐藤社長をやっつけるにはファイナルが欲しいんですよあと TRD クロスとかね、はい、クロスミッションあればな、はいはい、もう本当なんかもうギアでもファイナルでもそうだけど割れたらパーツがないんですよ。うん、はい、だから本当なんか86をみんな楽しんでるの、世界中が楽しんでるんだけども、楽しみ方が持ってるっていうだけの楽しみ方になっちゃって、僕みたいに走る人が少ないんですよね。だからやっぱパーツをまた出してくれたら皆さん世界中の86ファンが走り出すと思う。はい、走る車ですね。そうですよね。室内は変わってます？室内はあのなるべくオリジナルを保つようにしてまして、いや、なんか洒落てるものがついてるじゃないですか、なんかそうですね、あのこれブリットさんから供給していただいた、はい、まあ、リサイクル素材を使ったあのシートベルトパッドだとか、なんか西陣織みたいなこのシートベルトもあの、はい、ペットボトルの素材を使って、まあ、リサイクルであの作っていただいてます。へえ、強度大丈夫ですかねそうですね、あの当然あの、クスコさんで作っていただいてるシートベルトなので、うん、はい、いや、すげえな、トヨタはやってることがね、86の EV、86の水素エンジン、それも AE86 でっていうところが、なんかトヨタのやる気を感じます。
以上、トヨタからです。はあ、あのモーター積んだら、あの世界的に見てもこのマニュアルトランスミッションとモーターの組み合わせって、うん、まあ、これぐらいかなというふうに思ってるんですけど、ね、ただこれつけた理由っていうのが、まあ、面白いからなんですよ。辻田さんもあの多分ドリフトしたくなると思うんですよね。これつけてドリフトしたくなると思うんですよ。へ、やっぱり元車で出てきたことっていうのは全てやれるようにするがこの車のコンセプトだったものですから、 あえて残しました。マニュアル、はい、え、バッテリーの重さは？バッテリー140キロあるんですよ。あ、後ろ側にあの実際 4AG 抜いて120キロ、うん、あの軽くなりました。モーターで60キロ重くなりました。で、うん、差し引きでだいたい70キロぐらい重くなってるんですけど、うん、その大半が後ろに行きました。なので重量配分50-50ぐらいになって、あ、そう、ちょっとドリフト、あの僕らみたいな素人だと後ろに重量物が増えた分、うん、ドリフト維持しにくくはなったんですが、ただうちのテストドライバーとかは普通にやれてたので、まあポルシェだと思えばね。あ、おっしゃる通りですね。はいはいはい、へえ、はい、なるほどね。じゃ重量配分50-50、はい、になりました。はあ、なるほどね。あとは、あ、こっちでもご覧、マニュアルってのがすごいよね。電気自動車でマニュアル、はい、面白い車になりました。何これ、BEV って。バッテリー EV の略なんですよ。みんなバッテリー積んでるじゃない。はい、そうですね。どの車もみんなバッテリー積んでるじゃない。何なの？ですね、何なの何なの、あのハイブリッドもその通りですね、はい、でしょ HEV、はい、で B いらないよね EV。 あ、もともとあのそういう言い方で、あの全体的に電動車 XEV って言い方をするんですよ、はい、でその中でバッテリーだけを搭載した EV を BEV ってたまたま呼んでるだけというか。だってみんなバッテリー積んでるでしょ。はい、積んでます。佐藤社長が考えたの由来ですか。はあ、あ、ただあ この車じゃ、この BEV っていう言い方ですか、はい、いや、もともとはあの他のメーカーでもバッテリー V っていう言い方してたので、はい、へ、それに習ったというか、はい、一般的な言い方にはなってます。 EVAE86 の方が分かりやすいのにね。 BEV とか、はい、B って何みたいな。そうですね。へ、これもちゃんと走るんだよね。走ります。ドリフトまでやっております、ね、そうだよね、はい、はあ、いや、すげえ。ありがとうございました。ありがとうございます、ね、トヨタは二刀流でやってるよ。水素エンジンと AV と。すげえな、これミッションだよ。5速ミッションだよ。モーターに5速ミッションってなかなかないよ。世界で1台だよ。ちょっと一つだけあの宣伝いいですか、うん、6速積んでるんですよ、実は。6速あのたまたまなんですけど、あのこのモータートルク、モーターにしてトルク上がったんですよね。元車で150ニュートンぐらいで、この子が190になりました。で、T50 だと壊れちゃったら困るので、うん、なので GR86 の6速を持ってきました。かぁ、なので、すっげぇな、しかし、組み合わせられるっていうのがすごい。はい、あと電気自動車なのでモーターの制御で信号とかで車速ゼロになった時、うん、モーター止まるんですよ。クラッチ気になっていいんですか。ああ、そっかそっか。発進する時もクラッチ気にないでアクセルだけ進めば止まる、うんうん、ただ僕らあのやっぱり止まると聞きちゃうんですよ、うんうん、それは辻さんもそうだよね、そうだよね、はい、でなんでラジエーターがついてるの。あのモーターとこのインバーター発熱するんですよね、うん、でただここまでの大きさいるかと言われると、うん、いらないんですけど、うん、これたまたまカローラスポーツのレジェンダー持ってきたんですが、うんうん、今回のコンセプトがあのこれを作るために新しいものは、作らない、うんうん、あの我々が持ってる技術のみで作ったらこんなのができちゃいますよ、うん、でやっぱこういうの作るにあたって新しいの開発する、新しいの作るったらやっぱり CO2 出します、はい、開発してます、うん、高いものができちゃいます、うん、なのでやっぱり本末転倒になっちゃっても嫌なもんですから、うん、手持ちのもので持ってきました。はい、あのバッテリーは何なんですか。大きいっていうことですよね。いや、あれだっていらないでしょ。これはバッテリー積んでんだから。
そうなんですよ。何のために使うのあれは。高電圧バッテリーをのリレーを駆動するための低電圧バッテリー。あ、リレーを根元から遮断したんですよね。安全のため、あとはバッテリー上がっちゃう、上がりやすいものですから高電圧バッテリーって。あ、そう、はい、あ、積んでるバッテリーは、はい、高電圧のが。でそのリレーを起こすためにこの補給バッテリー積んでます。これもこんなに大きいのいると、いらないよね、バイク用のちっちゃいやつで十分なんですけど、ちょっとそこはなんかあったら、システムがプリウスのシステムをそのまま使ってるので、はいはい、プリウスで使ってる LN1 を持ってきたっていう感じです、うんうん、あ、そういうことか、はい、ちょっとまだまだ軽量化とか詰めていこうとすれば、うん、まだまだおっしゃるように余地はあると思ってます。そうですよね、はい、あんなでかいのいらないもんね。はい、もうこれからやろうとしてることをいろいろ先読みされた感じですね。そう、バッテリーとラジエーターはこんなでかいのはいらない。おっしゃる通りなんです。はい、はい、いや、すげえな。しかしモーターに6速を組み合わせるっていうことが普通は考えないよね。そうですね。ねえ、はあ、はい、本当電動車になって、電気自動車になったからって言って、うん、この車つまんなくなったねっていうふうに思っていただきたくなかったんで、うん、はい、やっぱり面白さそのまま電気にしました。へえ、はい、それは何、その秋尾社長が考えたの、佐藤さんが考えたの、その面白さ、面白さ、あ、いや、もうそれはもう秋尾さん、佐藤さん、はい、だって普通さ、はい、電気自動車にマニュアルなんか考えないじゃない。はい、そうですね、ね、はい、誰が考えたんだろうねって思ったの俺は、はい、単純にもちろんこの車やるにあたって面白いこと、かっこいいこと、うん、これはちゃんとやってね、ね、それが我々が受けた命題だったもんですから。へー、はい、いや面白いわ、ありがとうございました。ありがとうございます、こちらこそいろいろ興味持っていただいて、はい、いや面白 い, いや東京オートサロンで喧嘩売られたからさ、佐藤社長のコメント知らない？打倒豆号だ。ああ上等だよ。ねえ。ツイッターに出てたよね。佐藤社長が打倒豆号だ。上等だよってことは受けて立つよみたいな。知らないの？いや、それはまともにもちょっと僕らまだまだ馬力的にもトルクはちょっと上げれたんですけど、うん、出力がまだ足りないので、だからそんなさ、目標とはしてますよ、うん、目標とはしてるんですけど、そんなまともなバトルはしないよ。え、さっきと一周なんてやったら、はいはい、俺の 7AG の方が早いんだよ。そうだから 30m、はい、030とかさ、はい、0、そうですね、モーターのこのトルクのところだけ、そうそうそう、そうするとすごいんですよ。あ、そう、ポンってやったら、はい、だから030だったら佐藤社長勝てるじゃん、はい、俺が全部勝っちゃったら面白くないんだよ。ああ、そうそうそう、あ、でも0100でも勝つか、モーターの方が勝ちますか ね。この勝ち負けも多分両方乗っていただいて、例えばですよ、あ、そうか、面白いって言っていただいたら、うん、それ僕らの勝ちかな。ああ、なるほどね。うん、うん、どうでしょうこんなのは。はい、ここだとこれ佐々木正が開発してんじゃないの。ああ、いろいろご意見いただいてます、はい、はい、そうですよね、あいつの車そこに飾ってあるもんね、はい、そうです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 、はい、なんであいつが自分の車飾れるの、トヨタに。おかしくない？そこは、すいません、僕なんか言いづらいよね、はい、うん、それは言いづらいよね、はい、はい、ああ、なるほどね、はい、はい、ありがとうございました、はい、はい、こちらこそありがとうございます、はい、面白かったです。いや、面白い、面白い、はい、これが僕の黒鉢についてます。鍛造です。なかなかいいよ、俺の黒鉢にこれのシルバーを、結構かっこいい。ほう、これがプリウスね、かっこいいよ。あ、モデリスタのエアロがついてるからかっこいいのかもしれないけど、なかなか見た目かっこいいよ。さあ続いて三菱のブースにやってまいりました。三菱が何を出してるのか、この辺を見てみたいと思います。ミニデリカいいんじゃないの、なかなか、あ、なんかごつくていいじゃん、これ軽すごいな。三菱デリカを軽で作った、すごい、いろんなミニデリカがある。
顔俺何気に好きだよ、この顔は。なんか悪そうな可愛いようなそういう感じの、悪いのか可愛いのか分かんないけど、なんとなく俺は好き。おお、すげえな三菱は。なんかこの辺一帯が全部デリカだよ。ミニデリカ、これは本物のデリカ。まあ偽物もないんだけど。今年で55周年。あ、そう、はい、デリカは今年で55周年。だからあのミニデリカができたんじゃないかなと思いますけれども、ベースっていうか本来はこれがデリカだよね。で K でもミニデリカを作っちゃったっていうのが三菱の55周年でやったんだと思う。なんかね、寝心地良さそうなマットレスだよこれ。寝心地良さそう本当にね。キャンプに行ったらさ、こういうなんかほんわかしたベッドがいいよね、硬いベッドよりさ。まあだから本来のベースのデリカがあって、55周年でミニデリカを作った、これが三菱です。そのラリーアートが復活したんだよ三菱は。これが復活ラリーアート、よかったね。三菱はラリーアートが復活してね、本当にもう三菱電機になっちゃうかと思って俺は心配したけど、やっぱこうラリーアートが復活するっていうことは、苗穂も復活するかもしれない、そういう夢と希望を持ったラリーアートです。やっぱ三菱もやるときはやらないと。ラリーアートが復活したんだから蘭英坊作れ。以上三菱でした。いや、もうオートバックス ARTA 担当ですよ、はい、よろしくお願いします。もう鈴木アングリも私もこの人に頭が上がらないと。顎で使われてます。とんでもすいません。いじめられてます。チームの方でいつもあの大変お世話になっておりますんで、はい、今日はですね、はい、このオートメッセで何をやってるんですか。オートバックスの e モータースポーツを、はい、まあ、推進する上で、はい、まあ、皆さん、集めてですね、大会をやっております。で1時から武藤さんが一応参戦して、はい、大会に参加していただけるような形になってます。あ、そうなんだ、はい、あ、車は展示してないんだ。車は展示してないんです。あ、そう。一応 ART ですね、オートバックスで。あ、ART ではない、オートバックスで。あ、はい、それは失礼いたしました、ありがとうございました、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんバトルしております。オールインワンって一体何だ、これを聞いてみたいと思います。何でしょう。はい、こちらのですねコーナーはですね、パイオニア NP1 という新感覚の新しいオールインワン車載機です、はい、で簡単に言えば、はい、カーナビとドライブレコーダー、はい、Wi-Fi が通信で使えるモデルです、はい、で何かと申し上げます、申しますと、展示してあるものになるんですけど、はい、ちょっと今人がいるのこちら、はい、ドライブレコーダーの位置ですね、はい、これでかいよね、はい、本体にですね全て入っているの で運転席にも助手席にもつけていただくことは可能なんですが、はいはい、で全て音声で操作します。一つやってみます。 NP1 大阪駅へ行きたい。直線距離で 397.6km の場所に大阪府の大阪駅が見つかりました。立ち寄り地または目的地のどちらにしますか。目的地っていうようにですね、音声で目的地設定してとか、うん、あと写真撮って録画してっていうとドライブレコーダーのようにクラウドに録画をしてくれたりとかしますので、はい、なるほど、ね、なんで従来 のカーナビゲーションの位置じゃなくて、つかない車でもこのモデルがあればドラレコもカーナビも全て使っていただくことは可能となります。あ、そうなんだ、はい。でモニターが必要というときはですね、お手元のスマートフォンにアプリで地図を表示すること可能なんで、うん、はい。ああ、そっか、こっから iPhone に飛ばせるの。はい、できます。それはカーナビなんかいらないよね。はい、なので、まあ、こういう GR ヤリスとかの、はい、高速の車でもですね、モニターだけしかない車でもカーナビが欲しい、うん、ドライブ欲しいというときはこれ買っていただければ、すべてそれが一つで、はい、取り付けは終わります。これはいくらするの。これはですね、通信料がかかりまして、1年間の通信料が入っているものが、65,780円が税込み価格になっています、はい、で2年目以降は通信料が14,400円、実質月額1,200円なんですけど、はい、それ払っていただければ地図更新も不要ですし、
あ、だから毎日乗る人は割と得だよね、はい、得になりますね、はい、と俺みたいに週1でしか乗らない人には高いよね、ね、と思われるじゃないですか、うん、そこで、あの車が心配の時ないですか？全然大丈夫。大丈夫ですか？あのうちは警備隊がいるから。そうですよね。あの車が心配な方がやっぱり乗らない方多いんですけど、はい、そういう時はですね、ドライブレコーダー機能で駐車監視でできます。防犯。防犯です。で、例えば衝撃を検知しました、はい。そうするとクラウドに映像が上がりまして、うん、お手元のスマートフォンにプッシュ通知で映像が届きます。うん、はい、で、不審者がいる場合があったらそこに残りますし、うん、さらにエンジン切った後って、うん、あのドラレコってあの機能しないこと多いんですね。あ、そうなん、はい、で NP1 はあのそこエンジン切った後でも起こすことが可能でして。え、どうやって起こす？はい、それがですね、ちょっと今一回やってらっしゃいます。はい、マイカーウォッチ機能っていうものになります。はい、はい、で何かと申しますと、エンジン切った状態でマイカーウォッチ機能を押してもらうとですね、通信を開始しまして、あのエンジン切った中の NP1 を起こしてくれて、車の今の現在の状況をリアルタイムで映像で確認することが可能です。今外です。あと中にしますと、まあ、リアルタイムで、あ、そう、はい、でもし不審者がいた場合は警告音を発生することが可能なので、あ、そう、はい、作動中というように、あのセキュリティもですね、ついておりますので。状態を確認し、へぇー、はい、遠隔監視を行っています。車の自社位置情報等も分かりますので、はいはい、作動中、はい、へぇー、なるほどね、はい、こういう機能がこういう NP1 にはあのしかついてないですね。遠隔監視を行っています。で、あのこういう本体って買った時が最新なんですけど、うん、あの NP1 は随時アップデートしてますので、あ、そう、この機能を去年の12月に入りました、うん、なんでこういう大型な機能が今後もどんどん通信でアップデートしていくっていうものになっております。へえ、はい、まあ旧車に乗ってる人たちとか、レクサス乗りは必要だよね、はい、必要だと思います。ね、そうですね、はい、はあ、いや便利だ、便利、なかなか便利というパイオニアでした。もうなんだかんだでさ、12時半だよ、腹減ったね。なんかさ、なんか食べに行こう。そういうね、食堂みたいな館があるから、そこ行ってみよう。フード館到着。うまそうだ、うまそうだ。なんかどれもうまそうだぞ。この前来た時はね、このたこ焼き食ったの。これなかなかうまいんだよね。うまいんだけど、今回は広島焼きでも食べようかな、みたいな感じかな。広島焼きにしよう。ありがとうございました。びっくりした。広島焼きを、あ、ありがとう、失礼します。サンキュー、ありがとうございます。広島焼きを一個、はい、一つで、はい、千をお預かりいたします。あ、うまそうじゃん。あれ、おもしだけいいですか？あ、そう、ありがとう。たこ焼きもうまいよ。うまい、うん、うまいわ。広島焼きはうまい。広島風っていうと広島県人は怒るよ。広島焼き満足。うん。うまい。はい、いけますか？うん、全然いける、全然いける。はい。写真の方もすいません。マジか。さあ、続いてはスバルのブースに行ってみたいと思います。こうやってなんか、敵の車をまじまじ見るってのはないからね。さあ、続いてご紹介する1台は、まあ、だからスバルのワークスだからね、これね。あちらはより GT300 って言っても GT500 だよ。さあ、続いて、まあ先月ね、皆さんもご覧になったと思いますけど、BYD 中国の、電気自動車です。まあ、こういうブースで、
してますけど、なんか色合いが中国っぽいよね。なんか上海とかさ、北京とか梅田とか東京になってるけど、色は中国だよ。面白い面白い。まあ中国のこの BYD っていうのはバッテリーメーカーだったの。バッテリーメーカーが車を作っちゃったっていう。上海モーターショーとか北京モーターショーみたいな、こう色合いが、いや中国っぽくていいよこれ。なかなか面白いぞ。ほらなんか色合いがさ、他のブースとやっぱ違う。車はね、この間大磯ロングビーチで乗ったんだけど、電気自動車ね、輸入車一気乗りしたので、これはこれでなんかね、そんなにかっこよくもないんだけど普通なんだよね。で普通の電気自動車だから、もうじゃあかっこ悪いかっていうとかっこ悪くないんだよ。でかっこいいかっていうとまあまあいいんじゃないっていう、そういう感じだから、出来としては本当に昔のトヨタみたい、もう平均点主義のそういう車の作り方をしてます。だからレベル的にはかなりレベルは高いと思いますよ。上海モーターショーっぽくない？さあそれでは、私を1980年代からサポートしてくれてるブリットです。職人キングシート、まあだから割とこう大阪はこじんまり出してますよね。東京はこの4倍ぐらいあったけど、お客さんが来て自分の好みのシートに座って選べる、こういうメリットがあるよね。だからもう GT 公認のシートとかさ、 FIA 公認とかね、まあ、そういうのがあるよね。だからもうバリエーションはすごいよ。本当にワンボックスとかキャンピングカーの運転席助手席用のシートとか、よりこう楽なね、楽に座れるシートからスポーティータイプから完全なスポーツ仕様からさ、これが僕が開発したキングシートです。職人モデル。こんな感じ。買ってよ、ちょっと見てるだけじゃなくて。おい、ゼント、買え。よし、えらい。いいよ、みんな座ってってよ。キングシートも座ってよ。もうなかなかいいんだよ。俺がね、もう20年以上かけてこう、毎年毎年こう変化してるシート。ずっとこう開発してんの。だからそこはありがたいよね。なんか毎年毎年こう体とか肩とか腰に合わせて調整してくれるっていうのがね、という感じのブリットでした。さあそれでは、私の AE86 スーパーマメと黒八、お世話になっております藤坪さんです。まあここで AE86 のマフラーも作ってもらい、まあだからその 4AG の時のマフラー、 5AG の時のマフラー、 7AG になってのそのパワーがどんどん上がっていくから、それに合わせてこうマフラーも、まあそうだね、マフラー変えてコンピューターやって、今のが220馬力っていう感じですよね。で黒八も今、標準のここで富士坪で売ってるマフラーをつけてます。まあノーマルエンジン、ノーマルパワーの、専用のねマフラーですけど、信頼性は高いですよ富士坪は。まあ、車もこうやってね装着車展示されてますけどね、こういうなんかこうチタンカラーの、見てくれがいいよね、見た目がかっこいいという感じの藤坪さんでした。さあ大阪オートメッセ2023、まあざっとですけど回ってきて、まあこんな感じですね。東京オートサロンと違うのは、まあ車種がやっぱ東京の方だと割とスポーツ系が多いんですけれども、大阪はねやっぱ面白いよね。いろんな面白い車がたくさんある。あと K とかね、ワンボックスとかミニバン系とか四駆系とか、そういうのがやっぱ大阪だとちょっと東京とは違うかなっていう感じはしますね。まあそれはそれで面白いんですよ。ということでいかがだったでしょうか、今回の DKTV ね。よかったらいいね押してください。あとは登録もお願いします。それではバイバイ。